はい小林君朗ですどうもこんにちは、えー、今日はですね、えー、珍しく日本東京におりますえー、っと3月の19日ですね今夕方5時ぐらいなんですけれどもまああのー、海外出張まあ先週までアジア回ってましてですねいろいろアジアでまあこんな状況ですよというのを空港からお伝えしてきたんですけれどもまああのー、もう本当ヤフーのニュースとか見てもですねコロナウイルスだらけで、まあ、正直言って、えー、つまんないというかですね。 まあなんだかな、ちょっと憂鬱になるなというようなニュースばかりなんですけれども、一方で、ガセネタというか、でうわさとニュースが結構ごっちゃになっているところも多いなというふうに思いまして、ちょっと僕の知ってる限りでなんですけれども、ビジネス上、ちょっとでもご参考になればということで、最新の本当の、これは僕が仕事を通じて知ってる話なんで、うわさではないんですよね、本当の話をですね、いろいろお伝えしようというふうに思います。 でまずアジアに関して言うとですねあのまあ、台湾しかりマレーシアもそうなんですけども徐々に今鎖国状態というような形になってきてましてあのまあ、特にマレーシアなんかはですねああのまあ、これは。 月曜日に発表になったんですけれども、あの商業活動ですね、鎖国だけじゃなくて商業活動、要は企業活動も2週間止めなさいというような法律も発令されて、まあ、法律というか、政府命令ですね、が発令されてます。で ところがね、これ実際のところはまだ現場は混乱してます。まあマレーシアっていうのは政府の下にですね、まあいろんな州があのぶら下がる形になるんですけども、州政府州政府で非常にバラバラで、あの結構まだ流動的な動きをしているなというところです。例えば農業ならオッケーとかですね。あと商業活動と一つ言っても食品とか生活インフラに関わるところは OK」なんて言われたりするんですけれどもでも例えばまさに今日ですけど私もまあプラスチックとか包装資材事業もやってるんで生活インフラのところも50%は稼働率を落としなさいなんていうシューズからですね通達が来たりとか今一応そんな状況でマレーシア実は現場レベルではかなり混乱しているというのが状況です。であとまあ本当あの世界中にこの影響がですねもう本当広がって例えばまあ 世界の羽屋ででももも我々もよく取り上げているケニアなんかもですね、残念ながら1ヶ月鎖国状態になってしまいましたしもしくは南米ですねペルーなんかですとまあ外出禁止令とかですね、あの国民の外出禁止令ですとかあとチリなんかですと今同じようにですね えー、とりあえず2週間だったかな、2週間鎖国と、でかつ、地理もですね、えー、保健省かな、地理のまあ政府が発表したんですけれどもあの、実は水面下で発表してるんですけれども、50人以上の大所帯を構える工場は、えー、稼働してはいけませんなんていう例が出て、ですねあの今、実は現場では、じゃあ50人の判断基準ってどこなんだっていうところでですね。 あの今実は結構ドタバタしているというような状況ですで実際ですねあのー、僕が実際まあいろんな国でも毎日ですねいろんなとこから悲しいお知らせが届くんで正直言って疲れてるんですけれども一番やっぱり今困ってるのはやっぱ航空網ですねまあ,あのいろんなニュースでもですねあの飛行機が、えー、飛びませんとかいろいろ出てるんですけれどもあのー。 まあ僕がやってるような生鮮貨物もそうですけど例えば半導体しかりですね例えば繊維産業しかり実は航空物流に頼ってるものっていうのは結構多いんですよね。で特に鎖国してる国になればなるほどですねやっぱり飛行機がなくなってくるというところでちょうど昨日になるんですけどイスラエルからですねいよいよ。 日本へ送るための飛行機が見つからなくなりましたというような連絡が来たりというのも来てますしあとマレーシアしかあり台湾もそうなんですけれどもやっぱ便が減ってることもあって日本行きの航空運賃がですね、まあ、これは物流のです、ね、貨物の航空運賃です乗客ではないんですけれども貨物の航空運賃が倍になりましたというような話が来ててですのであのまあ 皆さんバラ色の業界ばっかりじゃないんでこの航空網ですと航空網じゃないな航空運賃ですね航空運賃ですと、えー、ちょっともう採算合わないから運べないよという業界が出てまたそれがですねあのもろもろ製造業加工業にまあ、悪影響が出てくるのかなと僕は実はあのもちろん 乗客のですねあの人の動きっていうのもあるんですけれども、この航空物流運賃のまあ冒頭、および航空網のまあ物貨,物貨物物流の,あの影響というのが、ですねあ,のまあ,あと1ヶ月、2ヶ月するとかなりいろんな産業でですねダメージとして出てくるんじゃないかなというふうに見ています。 まあちょっとネガティブな話ばっかりしたんですけども、まあ、ちょっと、えー、ポジティブな話をさせていただくと、ですねあのー、もう1週間ぐらい前ですかね、僕、ツイッターにも書いたんですけれども、あのー、突然、ですね中国の複数の会社から、マスクいりませんかっていう連絡が来始めたんですよね。あのー おそ,らくおそらくというか、まあ、確実に今もう徐々に中国側、あの供給マスクがですね供給過剰になってきて、あのここはねちょっと噂があります、医療用マスクだけ輸出不可とか、ですねマスク全部中国税関で輸出止められるとか、いろんな噂あるんですけど、まあ、事実としてほとんどマスク、実は今、中国から日本には来てないという話なんですけれども、あのもう中国の,あの現場は現場でですね、 遠くない将来、マスク輸出は解禁されるだろうと、まずは民間用かなとか、医療用も一緒だよとか、まあ、ここはちょっと服装してるんですけれども、あの確実に今、状況、いろいろ聞いてると、えー、産業面ではです、ねあの、中国、実は元通りに近い状態になってます、まあ、あの一部、武漢とかは当然違うとは思うんですけれども。 あの僕もまあ世界中いろいろやりとり、日々している中で,ですね、皮肉な話なんですけれども、今、一番安定してです、ね、あの安心感を持って稼働しているのは中国というのはです、ね、実は間違いない状況というような形です。まあ、中国はです、ね、あのかなり感染してからいろいろブロック、まあ、ちょうど春節とも重なったこともあって、感染してからブロックしたこともあるんで、えー、ちょうどだから先週、そういう先週末からそういう情報入り始めたってことは、3月10日ぐらいですか。でですので、まあ、ちょうど 中国がいろいろ政令指定してから1ヶ月ちょっと40日ぐらいかかったんですけれどもまあ今 EU ヨーロッパとかアメリカって結構深刻な状況ではあるんですけれどもあの当時の中国と比べればまだちょっとマシな方かなとあの雰囲気的なところにはなってしまうんですがその辺を踏まえると、まあ、鎖国して産業が徐々に活気を取り戻すまでは。 まあどううでしょう3週間ぐらいかなと、ここはごめんなさい、確定情報じゃないです、僕の推測になるんですけれども、私自身がまあ中国でもビジネスして、今、中国から来ている情報を踏まえると、もろもろ政府が出した鎖国とか、です、ね、いろんな外出禁止っていうのが、3週間ぐらいすると、えー、効果が出てくるのかなというふうに思っておりまして、まあ、日本もそうですよね、ちょうど、あと1週間ぐらい、なるべく自粛してくれなんていうのを政府が打ち出してましたけど、ですので、 まあ現実的に今の欧米の状況を見ると。 どううだろうな4月中旬ぐらいから、まあ、徐々に元に戻ってくるのかなとまあ遅くともですねあのまあ4月10日ぐらいだといいなと思ってるんですけれども私自身もそんなイメージを持ってですね今活動しているというところですあの本当特にビジネス周りの状況っていうのは政府の発令とたあの日本でいうとこの自治体レベルですよね州レベルとか市レベルでいろいろ発令がごっちゃになっててあの実際現場レベルでも結構混乱が生まれてるんですけれどももしまた あの私自身がですねいろいろやってる中で気づいた点があればですねまたぜひ YouTube でもお伝えしようと思ってますんでよろしくお願いします以上です。